神はね。でキラもすぐ使っちゃうんですよ、打開の神は。なぜなら神だから。神はもう迷わずアイテムを使っていく、それが神のスタイル。でここもすぐ使っていく。危ない、それ無理じゃん。それは打開の神はまだ冷静。打開の神はそう、ここで神は振るの分かってる。そして無期懲役はここで有効活用していく。有効活用してって、この外からがんわりがんわりとアイテムいくことで、そして7位でなんとキラーを持っている。なぜなら打開の神だから。ジャンピングアクションで、で雷もないんです。ないってことはどういうことかというと、最後までこのキラーを持っていっちゃえば勝ちなんです。待って、短すぎ、さすがに話が違う、さすがに話が違いすぎてびっくりしちゃうところの騒ぎじゃない。なちょっとさ、キラー短すぎないか。サンダーはどうよ、ないの、ないんですか。え、消せたでしょ、一発撃ってたよね今。信じられない、信じられない今の。でもこれサンダー振るから、サンダー振るはず。シングルって9で割ってるよ。キラー引いて打って、ここでキラー使って、いや短すぎる、出た世界一短いキラー。ちょっと待って、あいつを打つ、あいつを打つ、俺が、あいつを俺が打つ。マジで、ね、短すぎるんだって。そのだからちゃんとガソリン積んどけよマジで、ロケットに。ダブルって OK、ナイス。またテルちゃん、あのチキラパクリで、キラパクれ、パクれ、いやパクれない、いやトゲはいらんって。何やの、何やの超低速キラー、やばいキラーがいる。え、超低速キラーいるんですけど、そんな見たことないです。無道とかの次元じゃないぞ。うわあ、毎日十字に上がってた、青鬼実況を見ていた、兄の沢の面白さが最高で毎日見ていた、それなのにコメント欄見るとやん可愛いで溢れてる、沢も可愛いのにどうしてヤンが人気なんだろう、ハゲてないから。